今年初めて葉山に来ました。すごい静かで、いつも学生の頃に来てた、やっぱり一つのもう特別な場所なんですね。また一つの浜、まあ、いろんな湘南中の浜ビーチで時間を過ごしましたけども、でもここが一番特別ですね。大学1年の時にアルバイト、大学1年か、そうですね、ジェットスキーを始めてすぐの頃にここでバイトをさせていただいて、特別な場所です。葉山の大浜海岸といって、隣が御用邸がありまして、地が葉山、天皇陛下の葉山御用邸です。で、御用邸があるぐらいなのでとてもすごい美しくて、森と、一色海岸、森と海岸で江の島があって、富士山が見える、こんな環境の中で遊ばせていただいていて、もうどのぐらいの時間を過ごしたかもわからない。当時10年前ですけど、夕方になるとここが状況が整うと夜光虫でもうキラキラに光り輝いて、もう虹色というか太陽に続く道、もうこれ今夕日の方ですけど、本当に今年初めてなので、絶対に一回どうしても海に一回はね、やっぱり来ないと、山もそうですけど海にも、本当に海に育てていただいたと思ってるので、ありがとうございます。でも本当パッと時間が空いて、森戸というか大浜まで来れてよかったです。すごい綺麗だったと。今富士山は影の方に回ってるんですが、お昼ぐらいまでは富士山の雪側が光が入る、こっち側に光が当たるんですね。当たり前だけど午後は影になっていくので、夕焼けの影の富士山もすごい綺麗なんですけど、